パン。ご飯よりパン派って人も多いかもしれませんね。おにぎりがダメならパンを食べればいいじゃんと思ったそこのあなた、その考えは甘いかもしれませんよ。パン好きを裏切るセブンのヤバいパン事情を見ていきましょう。正直多すぎて紹介しきれないくらいなのですが、特にヤバいと言われているのがウインナーマヨパンのウインナーです。こちらの商品パッケージを見るとウインナーが端から端までぎっしり詰まっているように見えますよね。食べ応えがありそうです。でも半分に割ってみるととんでもない正体を表すんです。なんと半分に割ったウインナーがパンの端と端に埋め込まれているだけなんです。この方法を考えた人一瞬天才かと思いましたが、笑い事ではありません。パッケージの商品はイメージです。ウインナーが写真のように入っていない場合がありますという注意書きに込められた裏の意味を推測しそうになります。さらにセブンで売られているサンドイッチも具がスカスカと指摘され炎上しています。 SNS では写真付きの被害報告が止まりませんね。問題視されているサンドイッチの一つがたっぷりハムと卵、開封前はパンの切り身から色鮮やかな具が見えており、その名の通り具がたっぷりと入っていそうですよね。でも好奇心でパンをめくってみると、どこがたっぷりやねんと突っ込みたくなる衝撃の事実が見えてくるんです。先ほどのウインナーと同様、見える部分にだけ少量の具が挟まっているという、案の定ネットで不満が噴出しました。たまたまという話ならいいですが、ここまで被害を訴える人が多いとわざとなのではと思ってしまいますよね。